やっちゃってます。やっちゃってます。やてんチャンネル。何噛んでんだよ。はいどうも、やる気元気よつきや里よつきでございます。そして神々王子天元ゆきです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。神々神々神じゃで、まあなんもネタないんですけどね、今回は。何もネタがないんですよね。何もネタがなくてですね、うん、ネタも種もありません。てか今日何日？今日は29日ですね。29日。あ、違うわ。29日 ?30 日ですね。30日か。ということで、西向く侍っていうことで、天元さん、6月終わっちゃうわけですよ。梅雨が明けたか。今日で。まあ、なんかね、梅雨、例年よりも遅かったし、早いね。ね。終わるの。で、あと、ここ、近年の、梅雨のレベル、やばいよね。やばい。めっちゃ降るやんっていう。普通の雨じゃなくて大雨、電車止まるっていうのも多かったし、学校休みになるというね、多いよね。まあこの雨の量はさすがにねってなるから。え、俺たちが子供の頃の梅雨ってこんなレベルないよね。いや、よかった。いや、しょっちゅうはないよねって。しょっちゅうはない、うん、普通に、ああ雨降ってんなぐらいで、ああ雨降りながら学校嫌だなーっていうぐらいだったのに、そう今あ、これ、うん、動いちゃダメなやつだなってなるんだよね。まあそう言いながら奈良県って警報出るの遅いんですけどね。まあね。あの山に囲まれてるんで、まあ結構守られるんですけどね。あの本当にやばいっていう時には警報鳴らずに、もう全てが終わったぐらいに警報が鳴るっていう。最近早いけどね。何やってんだよっていうのが多いのよ、そういう、まあ、梅雨もあるんですけども、うん、梅雨だったらね、まあ、大半、うん、家の中で籠もるじゃないですか。まあ可能であれば籠もりたいね。まあもし籠もるとしたら何してた？籠もるとしたらね、あの世代っていうか、あの普通の時期にこもるかによっても変わるんだけど、ここ数年だと私ずっと作業してますね。詐欺？作業。びっくりした。詐欺はしませんよ。あ、びっくりした。お前鳥の格好して、クエで川の中で言ってんのか思うた。ああ、最近詐欺見ないね。お前のな？いやいやいや、詐欺しないから。え？最近見てたけどこれ。どういうこと？最近お前か、あの鳥の格好で川で、サギーって言ってんの見たことある。いや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 、あの、川に行くことないから、まず。あ、川崎の方ごめん。川崎、いや、ちぎえよ。あっちの可愛い方か。いやいや、可愛いの、あれ。川崎って言ったの、あっちの可愛い方、ちっちゃい方だろ。あ、まあ、鳥全般可愛い。カワセミって歩め。あ、そういうこと？ごめんね。ダメだこいつ、もうダメだよ。俺の帽子のボケを殺されたよ。いやまあね、ちょっと今頭半分以上回ってないんですよ。稼働率 100% して何パーセント超えてる？え、25%。あ、十分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 なの？十分十分十分。そんだけ当て突っ込めへんってどういうことや、お前。いや 50% 以上ないと突っ込めないんで。え、なんで？え、たとえ 10% も突っ込んでくるやん。いやいやいや、渾身の突っ込みだねそれは。何やってんだ今日。俺が突っ込みかよ。かもしれないね。やだよ。たまにはツッコミしろよ。じゃあするよ。いや、まあぶっちゃけこのチャンネルでツッコミ多いの君だけどね。編集してていつも思うんだけど、あんまり俺ツッコんでないなって。天元がツッコんでるなっていうのは、あの編集中に思う。返すよ、俺のボケを返すよ。いや別にボケてるわけでもないんだけど、ツッコミがね、私全然やれてないんですよね。ボケが楽なんだからボケやらせろよ。だから多分ね、このチャンネル聞いてる人ね、よつき、あのツッコミキャラって思ってないと思うんだよ。いや、こいつ編集してると思うんだけど。いや、こいつほどね、下道なツッコミはおらんよ。ちょっと待って、下道ってなんだよ。あれ、突っ込んでくれた。下道ってなんだよ。あー、ごめん、クズ下道。クズでもねえわ。あ、下道は認めない。いや、下道も認めてはないんだけど、いや、下道じゃないし。まあ、ツッコミは、結構ね、収録回ってない時は結構ツッコミ入れるんですよ。
ねえそうだっけ。うん、結構ねツッコミ入れてんのよ。そうか。うん、去年のチームアースで旅行行った時とかね、ああいう時には結構ツッコミ炸裂してたんだけど、収録ってなるとね意外とツッコミしてないのよね。なんで、なんでだろうね。俺のボケは大ヒントかもしれん。いや、どうなんだろう、ね、もっとボケようか。いや、やめて、疲れるからやめて。まあ一応収録だからね、ちょっと緊張してね。 1% 緊張 ?1 割ぐらいのね。1割あのボケ具合してんだけど、ちょっと思うところ俺ぐらい行こうか。いや、いい天然発動しようか。いや、天然まで発動しなくていい。天然モード。そんなさ、叫んでモード切り替えられんの。いや、無理どこぞの勇者シリーズじゃねえんだから。まあね、まあね。どこぞの特撮ヒーローじゃねえんだから。特撮どこぞのね、鈍感系主人公でもねえんだから。鈍感ではないな、天元。え天元はまあ確かに鈍感ではないよ。鈍感ではないね。まあ古速。まあ古速。天元は古速って言われて、私はまあ何気にちょっと喜ぶべきではないんだけど。けど。いや、下道じゃねえよ。いや、ライオンに詐欺師って呼ばれたのはね、意外と面白くてよかった。やっぱ詐欺じゃねえか。そうなんだよね、詐欺師。いや、詐欺はしてないんだよ。詐欺師的なことはしてないんだけど、で、ライオンにも聞いたんだけど、いや、なんとなくって言われたのよね。でもね、まあ、ライオンはね、まあ、肉食動物だしな。トリックじゃない。いや、まあ、サプライズライオンだからね。いや、あれに狙ってんじゃね？何を？食欲、食料として。いやー、ライオン燃費悪いからな、結構食の量多いんだよね。いや、結構悪いんじゃねえかだからツッコミさせるなって。ほらね、ツッコミ多いのよ、こういう収録の時は。天元の方がツッコミ多いのよ。違うんすよで、私が結構ボケるのよ。ボケるつもりないんだけど。ボケないでくれ。ボケるつもりはないんだけど、なんかね、収録してて聞き返していると、あ、ボケてんなこいつって自分で思うのよ。ボケなくていいから。いや、俺にボケさせてほしい。いや、お膳立てはしないけど、なんかね、こうなるのよ。なるなよ。ならないよ、お願い。いや、なんかね、なっちゃってるのよね。はい、じゃあもう、いつだったらね、はい、詐欺する。詐欺はしないからね。まっとうなことしかしないんで。だってツッコミ詐欺してるし。ツッコミ詐欺は、いや、ツッコミ詐欺はしてないよちょっと認めそうになったけど、いや、ツッコミ詐欺はしてないからね。チーチーってなんだよ。悪魔のチー。悪魔のチー。いや、なんていうのかな、結構ね、みんなでゲームとかしていると、まあ正当法じゃ勝てないなと思ってフェイクをかけたり私するんですよ、ブラフとか、うん、多分それがあってライオンから詐欺師って言われてるのかなとは思うんですよね、何気に。で、天元はね、普段から姑息なことをしてるから、あれはネグか、ネグから姑息って言われるっていうのでね、なるんだけど。もう時代認める姑息王ですよ。認めんのそれ。イエス、自分でも思ってるから。そうなると俺もなんか認めるの、俺詐欺師って。認めちゃいないよ、人生開けんぜ。いや、自分が詐欺師ってさ、認めるっていう表現もおかしいんだけど、詐欺師って思ってやってたらなんか、人生広がらんと思うけど。人生広がって朝日がこう迫ってくんで。なんかそれはそれで嫌だな。なんで嫌なんだよ。なんかね、嫌。いや、ってか、詐欺師だから嫌なんだよ。かっこいいじゃん。かっこいいのそれ。かっこいいじゃん。いやー、かっこいいと思うぜ。俺関係ないから言えるよ。おい。え、一言だと思ってってなるじゃねえか。いや、一言じゃない、鳥言。鳥じゃねえよ。いや、そうだ、鳥で思い出したんですけど、私高校生の時代の時はなぜかね、鳥キャラ扱いされてたんですよ。何言ってるのか分かんないと思うんだけど、なんかね、
私の本名がちょっとまあ難しい漢字を使ってるんですけど、読めないんですよ。読めないんで、多分こういうような名前だったよなっていうので、なぜか鳥のね種類で呼ばれることが多くて、例えば鳩とかね、鶏とか、逆に言われたらそれで鶏って叫ばれて呼ばれても自分って思わないじゃん、なんで無視すんだよって言われるんだよね、いやだって自分呼ばれてると思ってないしって言って、だから今度から呼ぶからちゃんと反応してくれよって言って、鶏ー、あ俺って言ってなるのよね。鶏ちげえよ、詐欺詐欺じゃねえよ詐欺詐欺じゃねえ、闇道化師の詐欺か。いや一時期ね、闇道化師の詐欺ねめっちゃ使おうかなと思ったのよ。それであのごめん、闇エナジーとかないから。ない。でしかも攻撃力が1000以下だからちょっと使いづらいな。でも闇属性魔法使い族だから、そこの部分を見れば使いやすいなって思ったのよ。あの言ってやろう、はい、闇道化師詐欺のリメイクである、はい、なんかいたっけ、ペテン使おうぜ。あー闇道化師のペテン、うん、あいつはリクルート効果があるから使いやすいよね。だってあれペテン師だからペテンだろ。ああ詐欺師ペテン師、いや俺に何を求めてんの。人でキャラ打つ、死デッキ作れと。おいおい病気振りまくなよ。今のご時世ね、死デッキっていろいろ反感買うのよね周りから。買うよこのご時世はね。買うよ。でもあえてそこは行くのがお前だろ。なんでふざけたし。いやいやいや、いやでもね、闇道化師詐欺ねちょっと使いたいのよね。今思うのって、詐欺出してディメまでブラマジに変えて殴っていくぐらいしか思いつかないのよね。いや他にもあるよ。何、詐欺出して統計部隊使って通常モンスターリリースして相手モンスター買う。あーええー、めんどくせえ。お前のお前のやつと一緒だよえ、お前のブラックマンションの全般とほぼ一緒だよ。なんでだよ、詐欺出してディメンマ出してリリースしてブラックマンション出して殴るだけじゃん。使ってるカード3枚だけ。いやそれ言うんだったらさ、詐欺出して届け部隊使って相手モンスター破壊してこれでモンスター出さねえことの方が楽じゃねえか。バレたかこの詐欺師め。で突っ込むのよね計画通りいてこの詐欺この詐欺師が姑息できねえよ、姑息なことできねえよ。まあでも今前回言ったかな、アミュールクイーン、あれ魔法使い族だから使いたいなーっていうので。闇属性ちゃうないよ。闇属性じゃないんですよ。むしろあれはなんて言ったっけお前、最初のとこだお前、エルドリッチのセリフ使おうかなって言ってなかったっけ。そうそうそう、いやだってさ、今回新しく登場したのがゴールデンアミュールクイーンで黄金でしょ。でフィールド魔法になんか白っぽいのが出たんですよ。エルドリッチじゃねっていう。いやこのネタ言ったらある人怒るからやめろって言ってたじゃないか、大森この時に。どういうこと。でも俺思うんだよ、はい、確かない、アミュールクイーンのない、アミュールクイーンのやつに、はい、永続魔法でダンスあるんですよ、はい、そうですね、アミュールダンスが。ムーンライト月に変わってほしい。いやーてかあれ融合テーマだし、確か重戦士テーマだろあれ噛み合わねえよ。でもさ、次かと、お宗教っていうのはさ、確かにさ、あいつ確かお姫様じゃなかったっけ。姫って何が、え、セーラームーンってお姫様じゃなかったっけ。まあ、月の確か姫さんだったと思うけど、女王やろ、ある意味。うん、アメルクイーンじゃねえ。何、え、セーラームーンのスリーブがあったらそれにやられて。セーラームーンね、何周年かっていうので、今20何周年かが確かやってたはずなのよね。それでクロノダイバーというカードを使ってタキシード仮面とか言いながら。マジか、合わせる。いやもうきつくね。でそこにレスギューキャット入れて、あじゃあ あれ白猫か。白猫だとアルテミスだね。うん、ダメだダメだ。
いかんね。黒猫、服を呼ぶで黒トランプサーチしたってな。トランプだってアミュールクイーンってトラップカードないでしょ。ない。だから汎用系のトラップカードを入れるしかないのよね。無限保養とか入れたくねーって言いながら、まあ先日、イビルツイン、サイバーエンド、エルドリッチと、まあ、デッキが出たわけですけど、あそこに汎用カードどっさり入ってるっていうね、公式がそれ売っていいのかってツッコミを入れたくなるようなデッキが3種類出たわけなんですけど、まあ、それ今買ってみ、中確認して何も触ってないんで、それからね持ってきてもいいかなとは思うんだけど、てかまたああいう三種類のデッキなんかまた出してほしいよな。確かにね。次はさ黒サソリ隊とまたマイナーなとこ行くね。ホルス、このホルスの黒炎竜と、いやそこは普通に王道でブラックマジシャン、ブルーアイズ、レッドアイズでいいんじゃない。いやいやいや、そこはあえてさインセクター、ダイナソー、ハーピー。ちょっとなんか有名どころではあるけど、なんか微妙なライン来たね。ああ、分かった分かった。じゃあこれでブルーアイズ、ブルーアイズ言ったよ。ブルーアイズ、カッコ、カッコ、奪われたやつ、奪われたやつ、プレイヤー、 M のプレイヤーキラーキングダム編のペガサスが雇ったプレイヤーキラーシリーズかよ。でゲートガーディオン。おお、それさ、もう絶対みんなゲートガーディンしか買わんだろう。マジで。え、 M のプレイヤーキラーとか何も、いやまあ何より欲しいけどね地味に欲しいぞ、うん、ダークキブレとヤマケンの覇王とか欲しいぞいやでもさ、今回のそのイビルツイン、サイバーエンド、エルドリッチってさ、新規カードないじゃん。ないよ。ってなるとさ、闇のプレイヤーキラーさ、新規カードを入れないとデッキ成り立たんじゃん。いくら汎用性の高いね、うららとか、指名者系とか無限包容入れても足りないよ。そこは、この、そこは、まあ、頑張ってもらいましょう。しかも、まあ、今回の、その3デッキって、ほぼガチ仕様でしょ？わかった、わかった。ヨギさんのブラックマジシャン、パンドラのブラックマジシャン、で、GX でできた、SN のブラックマジシャン。めっちゃ欲しい。3つを3つ買うよ。そこでさ、SN の方じゃなくてさ、映画版のほのブラックマジシャンっていうか言わないの？いやー、意外とさ、なんだっけ、コピーしたやつってなかなかいいデッキなのよね。まああれ、カオソジやカービャクの使者が遊戯持ってないのにそれだけ入ってるっていうオリジナルが入ってたけど、じゃあこれでいきましょう。深海の戦士、ジャッジマン、サイコショッカー、ペンギンナイトミア、飛ぶ人だよ、なんだっけ、ファブルキアよ。残念でした。パーフェクト機械王じゃなくて、あれ、ビッグファイブは機械軍曹です。そこから機械王と融合してパオーになったから。パオーって言うな、パオーって言うな、なんで略してパオーだろう。パオーだけどなんかゾウさんみたいになったけどそらツッコミ入れるじゃんってね、天気の方がツッコミ多いんですよ。気になる方ね、動画、過去の動画見返してみてください。結構ね、天元突っ込んでるのよ、私よりも。誰か切り抜き動画とかでカウントして突っ込み入れてるの絶対もう突っ込まんからな。っていうでしょ、うん、絶対突っ込むから。突っ込まん、突っ込まん、忘れた頃に突っ込むから。いや突っ込まん、突っ込まへんて。絶対突っ込む、突っ込まへんて。言ったな、言った。よし、じゃあ突っ込んだら何してくれる。ボケるでしょうね何の話してたっけ、忘れたよもう。え、何の話してたっけ。釣りの話からなんで遊戯の話になったんだよ。そうだよね。
いつの間に。まだ突っ込んじゃったよ。ほら。でね、でも何の話してたんだろう。思い出して思い出してごらん。だって6月終わりですよねって梅雨の話して、で梅雨の話をした流れで雨にしただろいい男、それは言ってなかった。よつき、ただのびしょ濡れだからね俺の場合。そのびしょ濡れな状態であの第一スタジオ風邪ひくわ。第一スタジオから降りてくれます。やめて、ここから降りたらまたびしょ濡れになるから。雨に滴るいいよ、いい、いい詐欺師。ちょっと待って、詐欺師詐欺師じゃねえよ。で、なんかの話で詐欺師になったよね。え、確かね、あのお前が川で行って鳥の格好して詐欺詐欺。違うよ。そっから話だと思う。違えよ。いや、その話に何だったんだっていう。え、だからお前雨の日になったら何すんのって言ったら詐欺だから言うて、いやいやいや、詐欺をしてる、あ、そうだそうだ、思い出した、そうだ、詐欺をしてるって言って詐欺って言われたんだ、そうだそうだ。で、全く S だったら白い羽毛を着て、羽毛羽毛着てカバンとこ行って詐欺ってやるの。やらねえよ。で、クジで魚を捕まえて飛んでいくの。いや、川魚か、最近食ってねえな。やっぱ詐欺師けど、やっぱ詐欺だよ。なんでだよ。あの詐欺以外もあの川で魚取るだろう。見ないよ最近。最近最近お前がテリトリー侵略してんだろ。いやいやいや、してねえよ。もうお前が、ね、え、あのテリトリー侵略しまくってるせいでもう魚がもう全滅かかってんぞ。お前どんだけ食うね。いやー、先週ラーメン食ったからそんな食ってねえよ。次魚介系のラーメンかよ。魚介、あー、うまそうだな。うまそうだけど、いや、さすがにな、そこまではしねえよ。臭いとか言うなよ。まだ突っ込んじまったよ。ほらね、意外と天元突っ込むんですよ。あー、もう意外と突っ込むんですよね、私よりも。やだ、もう突っ込みたくないよ。天元ボケたいんだよ。ボケてどうすんの。ボケて突っ込んで、気持ちよくなりたい。M かよ、お前。M だよ。マヨラーの M だよ。マゾの M だろ、それは。マヨラーの M だよ。私、やや S ですからね。そうっすよ。え？そうっすか。そうっすね。鼻で笑うな。いや、でもね、醤油の方が好きなんですよ、私。醤油派っていうやつですね。どっちも S だよ。え？突っ込んだじゃん。意外と天元突っ込むんですよ。あの、俺ボケのはずやのに全然ボケないね。いや、ボケてるんだけど私が突っ込まないから自分で突っ込んでるんだよね。え、何、突っ込まれないから自分で突っ込んで気持ちよくなってんの。そう。それなんてそれなんて言うのね。あの、先に騙されてんだろう。いやいやいや、もうこれと詐欺まがいのツッコミも疲れました。詐欺まがいのツッコミってなんだよ。騙してねえよ。騙されてツッコミしてまくってるもん。騙してねえよ。騙されてツッコミされてんもん。騙してはねえよ。騙された。いや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 、そんな騙すつもりなんて。騙された。このシノ感染ウイルスめシデッキね。作ってもいいんだけどな。シネデッキ。シネデッキって言うなよ。 P 入るだろ。シーデッキ長いよ。でも今のシデッキ、あのシデッキね、確か相手がね、敵からね、戦略以下3体選んで募集をくれたからね。そう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 。いや、でもあの、なんだっけ、クリティウスの牙で出るデスウイルスドラゴンか、あれは当時のシデッキ効果でしょ。でも詐欺は出しないよ。そう、詐欺がね、出ない。そう、どうしよう。もう諦めて待ち伏せ。いいんだ、でもせとけよ。なんで詐欺に攻撃待ち伏せリーダーでいいじゃん。別にさ、それ詐欺いらなくね。うん。
もう何もいらずにもうシリンダーセットでいいんじゃないかな。でもあれ対象取るからな、今のご時世対象取れないからな、悲しいことに。なんで対象取れないのに作ったんだよ。元祖対象取れないカードで一体なんだ。元祖対象取れない、知ってる限り古いのはロード・オブ・ドラゴンかな。ドラゴン対象取れなくなるやつ。ああ、それかが一応パッと思い出す中では一番古い。あいつのせいか。まあそしたらね、あの自分はもう対象取れないっていう自分自身にそういう効果が突き出したし、いや自分に突き出した対象取れないって言ったらもう俺オベリスクが出てくるんだけど。オベリスクが古いかな。神のせいか。いや神って言ってもさ、それついてるのオベリスクだけだよ。ずるい。いや普通ドジリスも王もおらへんのに。ドジリスは召喚だけ無効化されない。王はとあの飛び召喚できない。うん、なんでそれ一つだけおかしいんだよ。死者蘇生使うなっていうね。死者蘇生を使ってなんぼのラーなのに、その一文が書いてるだけでも王扱いやからね。なんでそうなった。なんでだろうね。あのあれだ、マリックは悪い。マリックペガサスも悪い。まあいや、それ言ったらさ、あのフレバテクストじゃないわ、ヒエレティックテキストを解読できなかった OCG 制作班でしょ。まあ、まあ、最近はね、あのちゃんと解読がされて、いろいろとね、永続魔法とか速攻魔法とかトラップカードとか今思ったんだけどねあのペガサスは神のカードを作ったわけじゃん、うん、なんか映画とかあれ見て、うん、よくゾーグカードがしようとしなかったな。まずいと思ったんじゃない、やっぱり。多分もしくは壁画に残ってなかったか。ああ、もしゾーグカード化されたらどんな子がなんだったのか。えてかゾーグいたじゃん。え儀式モンスターで、あれは無意のブラスボスだろ。大邪神ゾーグが、うん、あれ TRPG のネタでダイスモンスターなったじゃん。まあサイコロ振って、あいつサイコロが割れたから俺が優先権とか言ってたやん。まあなんかあったなって思ったけど、パラセントマインドとかやってたやん。やってたけどでいきなりこの手が勝手にパソコンがカー。俺 TRPG パソコン使ったのねえぜ、あんな風に。まあTRPG って言ったらみんなさ、パソコン用意すんのって言われ、よく言われるんだけどさ、しないぜ、うん、本ペラ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 めくるけど。まあね、あんなパソコンカタカタカタしねえぜ。オンライン、やってもいいけどね。オンライン TRPG でない限り。まあし、まあそうか、パソコンカタカタしてもいいんだけど。いやあれも大変だぜ。大変、何かやろうって思った瞬間な、もしちょっと間違えたらしまったらさ、それずっと出題されて言われるんだぜ。うん、だから早く間違えずにキーボードを打てる人が要求されるよね。あとね、面白いね、あのムーブするやつがね、警戒されるけど歓迎されるんだよね。まああのパン屋さんよりさ、フランスまでな、あの神様に怪我っていくやつかな。しかもそれで神様は一気に死ぬからな。見たことあるし俺。誰だそんなことやったやつ。俺のオンラインのやつだよ。あれチームアースでさ、 TRPG やった時さ、なんかカオスになった記憶があるんだけど。あの確かね、去年は収録したけど、その前かな、その前に一応ね、探索係に雪風と戦闘係の夜月がいたんですよ、はい、で夜月が傘を槍代わりにして抗議してて、まあちまちましたらダメージ出したんですよ。そうっすね。で雪風が、ああ俺何もすることやん、じゃあ本投げつけたら、ああじゃあ本つけたら蹴るわ、マックスダメージ死んだわなったよね。本投げたやつで死んだわって俺のちまちま攻撃では、あの現在考えろ、傘の先生一生懸命させてるやつよりもさ、本で投げてるやつが死んでて、うん、どんな権力だよ。強い。どんだけ強いんだよ。
あのコナンが食いたかった俺一応思ったよ。いやあれも撮りたかったんだけどね。あれめっちゃ顔すすぎて面白かったよ、うん、えちょお前って思ったもん俺。であとこのチャンネルでね TRPG 前半撮ってるんだけど後半まだなのね。後半はねみんなねちょっとアースメンバーはね自由すぎるから撮れないんだよ、まあ、あと撮ろうと思った時にあの時も食べ過ぎて動けないのよね、うん、もう言っちゃ悪いけどアースメンバーでは TRPG をやりたくねえ。まあ今年の旅行はまずそもそもそういう時間が多分取れないと思う。予定してる限りはね。一生懸命多分宿泊先のいろんなことで多分時間がね結構楽しめると思うよ。俺はね前々回ね本とか資料だけの設定でねちまちまやっていくだけだからねみんなねあれ面白くないんかなと思ってねいろいろ分かりやすいグッズが入ってるやつ一生懸命探しまくってそれで食べて楽しい嘘やんって思いながらさ、まあ、でもみんな楽しむためやと思って買ったらもうまあまあまあですよ俺が一生懸命考えてやったらストーリーを返してくれ。でも続きやりたいんだけどな俺は。なんだろう某企画が作ったクソスナリオやってる方がまだマシだったよ。なんだよなんでいきなりプレイヤー全員がカッパなんだよ。俺だけ人間作って周りがカッパで俺どないしようと思ったよ。言語がカッパ語は俺理想無理だよ取ってねえよ。その技術でカッパ語ってなんだよって言いたくけどね。カッパ語持ってないからあなた意思疎通できませんって言われましたわ。で習得しようと思ったら次向こうが日本語取りやがったからカッパ語無駄になったじゃな。あでボスがさなんでジャブ落ちたなんだよ。意味がわからん。アンパンマンとかカレーパンマンわかるけどなんでおじさんなんだよ。しかもめっちゃ強いしさプレイヤーのカッパがさヒギシリコ玉抜きってやつでさ一撃倒したからね。一撃で倒せるとお前戦えんよ。てかおかしいんだよ。あるカッパなんかお前持ち物キュウリしか持ってなかったから探索できなかったし。暗い屋敷入りました。どうやって探しますか。キュウリしかないです。キュウリしかないです。キュウリしかないです。ライトあります。じゃあお前行け。あーやめろまだそれまだあるだ絶対行って。キュウリ何ができると思ってたお前下道か。カッパのおやつ言われなくて今って。なんでカッパなんだろう。あれ多分なみんなな多分どっかでな口裏合わせたんだと思うんだよあれ。うん。てかカッパのさストーリーのキャラクターの CD がさ、うん、あらからはアンダーワールドやったかアンダーブリッジ。ああはいはいはい、はい、あのカッパだぜ。お前絶対日本語喋れんだろうって俺ずっこだもん。喋れるね。いや俺日本語わかんない俺ちとこわからないですってごまかされ意思疎通できんかったからね。お前絶対わからないの。一人は鬼太郎のやつだしもう一人はなんかわけわからんオリジナルの絵だしめちゃ綺麗やし、ね、ようわからなくなってきたな。でプレイヤーにもう何シナリオの人にや進行の人に助け求めたけど私もカッパなんで分からないです言われて俺をいじめのシナリオかと思ったもん。かもしれんな。そうなるとそうかもしれんな。最後まで生き残った瞬間見たからチーティングが下にされたはずだ。何やったのよお前。だってさシナリオが確かにさなんかね TRPG やりましょうっていうサイトの方にね、うん、シナリオの話とあらすじみたいに書いてあるんですよ、うん、これ面白そうやなって言ってキャラ作ってでそこ登録して、うん、で日にち合わせて、うん、会話するんですよね、うん、その会話の時点でねシナリオの題名で俺気づくべきだった。何
カッパの冒険っていうところで俺気づくべきやった。気づくべきやったね。気づくべき、それは。うん。だでもな、あらすじはな、カッパの、カッパが冒険した、ある、あの、道筋をね、うん、あの、たどりましょうって感じだって。人間でもええと思うやん。出番はカッパで行くとは思わんかったやん。まあ、そこはもうみんなネタでカッパで行くよね。もう、敵がカッパだと思ったもん。単純カッパキラーなんてシナリオキャラ作ってきたのにさ、まさか味方がカッパなんて思わんかったやん。いや、みんなもうカッパになりたかったのよ。なんでだよ。持ち物キュウリだけってふざけんなよ。しかも、戦闘技能持ってんの。俺だけやと思って頑張ってたら、シリコマの抜きが配置切りで倒せるなんて知らんようだもん。まあ、仕方がないね。あと、なんだよ、カッパ、あの、皿が濡れるからちょっと水つけてくるって先生に出されるの何回かあったからね。都合のいい。くそ、皿割ってやろうかと思ったわ。皿割ります。あ、死にました。やべ、プレイヤー殺しちゃった。でもアラフシパカ、あの、そのカッパ復活しました。なんでだよ。だって妖怪だしって。まあ。だって妖怪だしって言って返されたらもう俺らも反論できねえよ。確かにね、確かにね。それはね。しかもね、あのカッパが復活したことによってね、俺の HP が減ってんだよ。なんでだよ。なんか信じない現象を見たからなんか減ったっていう。意味がわからん。嘘だろって。お願い回復して。あの、かまいたちの友達の薬あるけど、それ塗る？塗って塗って塗って。あ、これ精神に、あの、ヒットポイントを回復するやつじゃないか、見たわ。なんでもう好きなんだよ。ツッコミ多いでしょ。はい、解散。はい、ということで、今回は本当に何の得だったんだろう。解散。カッパ嫌い。というわけで、まあ、本当にまあ今日で6月終わりなんですけど、はい、こんなんでいいのかなって思いながら、来明日から7月ですけど、何する？7月とりあえずあのもう一回カッパのカッパのスタジオレーターさんとこもう一回行ってもう一回リベンジしに やるんだ。なんだかんだ言って やるんだって。なんだかんだ言ってね、うん、そういうことあるから面白いんだよ。テラビジまあ面白いんだけどね。やれてる方はもう絶叫するんだけど、ね、面白いんだわ。私はまた出張行くんですけどね。7月7日には帰ってくる？7月7日帰ってきますね。っていうか、いや、その次の日から出張ですね。ああ、天の川へ出張。いや、違うね。帰ってきてね。帰るよ。待ってないから。1週間で帰るよ。待ってないから。待てよ。やだ。俺、中年八子ちゃんも。中年？いや中年だろ。中堅じゃなくて中年。中年なのか。まだ突っ込んじまったよ。突っ込むね。本当突っ込むね。はい、バイバイ。バイバイ。